企業型 DC に加入しているのですが、イデコも良さそうなので両方入ろうと思います。両方に加入することができます。ただし企業型と個人型の掛け金の上限にはそれぞれルールがあり、会社で導入している企業型 DC の制度によって拠出できる金額が変わってきます。また手数料については、企業型 DC の場合は一般的には会社が負担しますが、個人型は自己負担になります。拠出できる金額や手数料を考慮してどちらにいくら積み立てるか検討しましょう。また会社が負担する掛け金に自分で上乗せできるマッチング拠出をしていると個人型には入れないので注意が必要です。マッチング拠出があるかわからないという方はお勤め先で確認してみてくださいね。もっと詳しく知りたい方はコメント欄の URL をご覧ください。